恐竜の骨格標本などを展示する特別展が青葉区で開かれていて、夏休み中の子どもたちで賑わっています。青葉区にある 3M 仙台市科学館で開かれている特別展恐竜最前線。およそ30種類の恐竜の標本や化石を見ることができます。展示の目玉は東北初公開、2003年に北海道むかわ町で発見されたカムイサウルスの全身骨格標本です。およそ7200万年前にアジア大陸に生息していたとされる恐竜で、全身で見つかった化石としては国内最大級だと言われています。すごい、なんか自分よりすごい大きい生き物がいたからびっくりした。特別展恐竜最前線は今月25日まで開かれています。